4が、高級ダニエル系の上太陽望遠鏡が、撮影した太陽の表面の、高解像度画像高級高級は、太陽などの恒星の表層部分にあり、不透明なガスによって形成される薄い層である。恒星の外部に放出される光はこの層で、発生するため、視覚的な恒星の表面に相当する。光自体は、内部からも発生しているが、 これらの光は高級内のガスに吸収されるため、外に出ることはない。地球上から視認できる太陽光は太陽の高級から発せられている。厚さは300から5 0 0トルで、温度は4500から6 0 0 0 k ト深度によって変化する。太陽光は高級の核深度で発生する光が合成されたものだが、シュテファン・ボルツマンの法則に当てはめると5800。 K の物体が発する光に相当するため、一般にはこの値が太陽の表面温度とされる。高級は、粒上半と呼ばれる直径 1000km 程度の無数の大流セルから構成され、太陽黒点、白半が現れることもある。太陽以外の構成にも高級は存在し、その温度は、太陽より低温のものから高温のものまで様々で、ある。 粒上半は小さすぎるため観測不能だが、恒星の時点に伴う周期的な高度の変化から、黒点や白半の存在が知られている天体もある。ありがとうございます。